その玄徳様、ああ、尾号、尾号ではないか。どうした、どうしたのだ、その顔の矢は。敵の矢を受けました。よし、今抜いてやる。あっ、喋れるか。何のこれしきのこと。美穂、生きて帰りしこと嬉しいぞ。ありがたきお言葉。他の者どもはいかがいたした。美熟寛容らは未だ合戦中ながら、将軍司令殿一騎裏切って敵に馳せ参じた模様です。何、バカな、将軍司令にそのようなことがあるわけもない。しかし現に私は司令殿が西北へ突き進んだのをこの目で。追い詰められて早々の側へ寝返ったが、紀州の炎将、北兵の高尊さん、そして我が軍と三度も主を変えた男、ありえないこともねえぞ。何を申す欲得。司令は鉄のごとく固い心の持ち主。これ以上疑うと弟とはいえ切って捨てるぞ。司令はな、日も昇る勢いであった炎将の再三の申し出を断り続けた男だ。そして私と主従の契りを結んだ時は、この私が最も落ち目の時であった。よいか、これ以上資料を疑う者は許さぬ。わかった、ならばただ一騎敵と戦っている資料を探してまいるか。もし敵に寝返っているようなことがあったら、兄者、この槍で一突きにするぜ。広大な中国大陸の半ば以上を手中にした曹操は、ついに残る南へと兵を進めた。50万の大軍が慶州を襲い、我が君玄徳様の軍には対抗する兵力はない。我々は深夜の城を捨て、南へ向かった。しかし、間もなく東洋圏で曹操の軍に追いつかれてしまった。敵、味方、民を巻き込んでの戦いと混乱の最中に、趙雲将軍が敵陣の方角へと走り去ったという知らせ。そこにはひどく不吉な響きがあった。だが我が殿が信じられた通り、趙雲殿は裏切りなど考えてはいなかった。この乱戦の中で見失った玄徳様のご家族を探し出すため、ただひたすらに走ったのだ。将軍様、今しがた足を引きずられた奥方様が赤子を抱かれてあちらの塀の陰へ。そうか、お前たちは長半峡を目指して行くのだ。命を捨てるなよ、急げ。奥方様、若君様、夫人はいらっしゃらぬか。はい、奥方様。ああ、司令殿、よくぞここまで。後様もご無事で。司令殿、あなたが来てくれて助かりました。奥方様、足におけが。さあ、もうご心配には及びません。それがしと一緒に。どうかこの若君を殿のもとへ。確かに。さあ、奥方様も。いいえ、私はこの通り身動きがなりません。何の、奥方様お一人、それがしの馬へ。私一人ではないのです、殿の大事な若君がおりまする。負荷で負った私があっては足でまとい、一刻も早くこの子。何をおっしゃります。お気の弱いことを。この資料がお守りしていくからには必ず。いやー、おちょー、うわ、奥方様、さあ早く。お願いです、少しでも早く若君をこの場より。また敵がやってきましょう。お願いです、この子、司令殿。
急いで若君を。さあ早く、私はもう。はあ、なんという。司令殿、私など見捨てるのです。その若君こそ玄徳公様のたった一人のお子。失ってはなりません。はあ、奥方様。子供を残し、美夫人はそばにあった古井戸へ身を投げたのであった。奥方様、奥方様。張雲は血の涙を絞った。美夫人の亡骸を敵の手に渡してはならない。夫人の身を投げた古井戸に土塀を突き崩した土や石を放り込み埋めた。死んでも殿のもとへお送り申します。さあ若君、それがしの胸の中へ。長雲は鎧の紐を解き、懐深く抱き入れた後を包み込むようにして再びしっかりと紐を結んだ。若君、それがしが女を呼びましたらばお答えください。若君、ああ、それでこそ玄徳様のお子。若君、参りますぞ。この資料、命をかけて殿の御元へ。いざ、じゃあ。テイク、あれは誰だ。まるで先人の谷を駆け抜ける虎のような、あの者の名を聞いてまいれ。はっ。雨か。さて、雨雲が広がってまいった様子。まもなく一降り来るかと。上昇閣下、あの者、定山の長雲司令とか。長雲司令、かねて聞き覚えのある劉備玄徳方の若武者はあれか。あのようなものを我が陣に置くことかなわば、千人の兵を売るに等しきこと。よいか、矢を射かけてはならん。切り捨てるな。長雲司令を生け捕るのだ。はっ、皆の者、あの長雲司令を生け捕れ。矢を放つな。よいな。長雲にとって、またその懐に抱かれた後にとって、この曹操の命令も天の助けであったのかもしれない。が、矢を射かけられなかったものの、行く手を阻む曹操方の攻めは激しさを増した。張雲は死に物狂いで刀を振り続け、ついに敵の囲みを突破すると、雨の降り始めた荒野を切り抜け、一目散に長阪峡に向け馬を走らせた。よく解くだろ、よく解く。若君はここに。よし、また俺に任せろ。さあ交代だ。頼むぞ。シリオ、俺は一度はお前を疑ってしまったぞ。許せよ。我こそは長飛翼徳。この先は一歩たりとも通さん。命を縛る者は出てまいれ。どうした腰抜けども、恐れをなしたか。いざ参れ。上飛だ。まずい。
やっと後を救い出し、敵の中から逃れてきた趙雲は劉備のもとへと走った。若君、ご返事を。若君、おお、資料、そなた血まみれではないか。殿、それがしの殿は死をもっても償いきれませぬ。資料、いかがした。理不尽様には傷深く、それがしがお連れしようと申し上げましたが、足手まといと自ら古い戸へ身を投げられましてございます。そして若君様は先ほどまでそれがしの懐にてお泣き申されておりましたが、今はもう。そうか、生き絶えたか。面目ござりませぬ。何を詫びるか、資料、それが戦の常であろう。若君、殿、若君はご無事にございまする。なんと寝入っておったか。すやすやとこの通り。殿、若君はご無事でございました。さあ。よくもまあ、傷一つ受けずに資料の懐で。この小わっぱめ。殿、なんということを。この子のために資料、お前という大事な家臣を失うところであった。お前ほどの者はいるものではない。趙雲四両ほどの力と誠を持った武将などおらぬ。何を仰せられます。何の才もないそれがしなどここまで取り立て、なおまた今のお言葉、もったいのございます。四両、殿、この四両、たとえどのようなことがあろうと、生涯殿にお尽くし申し上げます。長江を船で渡り、我が軍はひとまず逃げ切ることができた。だが曹操自らが率いる100万の軍勢が目前に迫りつつあった。その怒涛のような大軍が突き進む先には、孫権の治める江東の地がある。さて、孫権は戦うつもりか、それとも降伏し国を明け渡すのか。おそらく簡単に結論は出ないだろう。そしてこの私の役目は、孫権軍に戦いを決意させること。それも我が劉備軍と力を合わせ曹操に当たることの利を説かねばならない。私は一人船に乗り江東へ向かった。そしてそこで孫権の片腕である都督周瑜公瑾と会見することとなった。重臣たちの意見が和船の二つに分かれているため、孫権様は公瑾殿、あなたの判断を聞きたいとお望みです。天使を報じている曹操の百万の大軍には戦ってもとても勝ち目はない。明日ご主君に申し上げ、早速降伏の使者を送られるようお勧めするつもりだ。なんと、あなたまでが文官たちの降伏の意見に賛成だったのか。孔明殿、なぜお笑いになる。死刑殿は考えが甘すぎます。甘すぎる。今の情勢を見れば、降伏しようという孔瑾殿のお考えこそ現実的なのです。孔明殿は優れた眼力を持っておられる。私とは話が合いそうだ。どういうことだ。私はお二人を見損なったぞ。ところで私には、江東の皆様方の戦いもせず降参の恥辱をも免れる策があります。え、どんな策が。たった二人の者を小舟に乗せて送り出せばよいのです。そうすればその二人の者を手に入れて喜んだ曹操は、たちまち百万の軍勢を率いて北方に去っていくでしょう。で、その二人の者とは。江東の豪族姜興に二人の娘がおります。姉を大姜、妹を小姜といい、どちらも
月も花も恥じらうほどの美人だそうです。曹操が百万の大軍で皇統に圧力をかけてきたのはこの二人の美女を奪うためとなれば、早速教皇を訪ね出し、二人の娘を千金を積んで買い取り、曹操への贈り物とされるのが最善の策。老族曹操めが、よくも私を侮辱したな。黄巾殿、なぜ見も知らぬ娘二人をそれほどに惜しまれるのです。孔明殿はご存じないと見える。大凶は現在のご主君の兄君、亡き孫策将軍の奥方、そして小凶はこの私周遊黄巾の妻ですぞ。これはとんでもない失言をしました。お許しのほど。そうか、曹操はそれほどまでに我らを見くびり恥辱を与えようと。はっきり申し上げよう。私は葉陽湖を離れる時から決戦する覚悟を決めていた。今まで話した言葉はお二人の心を試すための虚言でした。私の方こそ許していただきたい。皆の者、見たか。これ以上曹操に降参せよと申す者あれば、この通りだ。世の剣で即座に首をはねるであろう。はぁ。周遊、参れ。は。そなたにこの剣を与え、大都督に任じ、全軍の指揮を任せよう。慎んで殿の剣をお受けいたします。諸葛亮孔明、なんとすべてを見透かし先を読む力を備えているのか。我ら孫権軍は気がつけば彼の思惑通りに動かされているではないか。私はこのような恐ろしい男は見たことがない。それに主君の劉備もただものではない。後々の災いを考えれば、曹操の大軍よりもよほど目障りで危険な存在だ。そこで私は劉備を陣に招き、人思いに暗殺しようと計画した。玄徳様、お久しゅうございます。ご無事で何よりでした。ほう、孔明か。会いたかった。心配していたぞ。翼徳も四良もこの俺もみんなずっと孔明殿の安否を気遣っていた。それよりも今日危険が迫っていたことご存知でしたでしょうか。知らぬ。どういうことだ。もし雲長殿が守っていてくれなかったら、周囲は必ず殿を手にかけていたはず。私は陰ながら様子を伺っていましたが、雲長殿が一緒と知って胸をなで下ろしました。そうか、やっぱりな。どうも様子が変だと思った。孔明、私とこの船に乗って我が陣営に戻らぬか。そなたをこんな危険な場所に残していくわけにはゆかぬ。私のことはご懸念なく。それよりも戻られましたら、船、馬、弓矢などを十分に用意して河口に移り、曹操との戦いにお備えください。だが、そして11月20日、木の稲の日が過ぎましたら、四良殿を小舟に乗せ長江の岸までよこしてください。承知した。だがなぜ木の稲の日が過ぎたら。東南の風が吹き出せば必ずこの孔明、玄徳様のもとへ戻ります。さ、急いで船にお乗りください。周囲が再び気を変えて追っ手を出すかもしれません。では失礼いたします。孔明、孔明、くれぐれも気をつけるのだぞ。何？周遊めが世の送った書状を開きもせずに破り捨て、天地さえ死者までも切ったというのか。許せん。この曹操が自ら水軍を引き周遊の陣を踏み潰す。皆の者、出陣じゃ。出陣の用意をせよ。長江を挟んで曹操が北岸、孫権が南岸に陣を構える。決戦の軍勢は赤壁の地に集結しつつあった。
船と兵の準備が整うまでにはまだしばらくの時間がある。しかしこの時すでに両軍の間には目に見えない謀略の戦いが始まっていた。ある日、周囲の陣営に昔なじみの召喚という男がふらりと現れた。その意味するところがわからない周囲ではない。旧友との再会を喜び、もてなすふりをしながら、周囲は逆に巧妙な罠を仕掛けた。おお、危ない。私の肩につかまれ。大丈夫だ。これぐらいの酒でこの黄金が参ったりするものか。いいか、足よく、私は孫権軍の大都督様だぞ。見ていろ、この数日のうちに威張り腐ってる曹操の首を手に入れてみせる。その曹将軍のことで話があるのだが。なんだと？曹操が降参したいと？そりゃダメだ。曹操はもうすぐ死ぬのだ。死ぬのだからな。こんなに酒に弱いとは知らなかった。おい、黄金、起きろ、しっかりしろ。ん？机の上に手紙がある。西坊調印慎んでこの書を報ずと。どうしてあの二人からの手紙がここに。私ども二名が曹操に従っているのは本意ではありません。お指図通り全水軍を水塞の中に閉じ込めました。機会を待って曹操の首を周遊大都督に献じます。詳細は使いの者が申し上げます。取り急ぎご返事まで。召喚は密かに周遊の陣営を抜け出すと、長江を渡り曹操の前に転げるように駆け寄って盗み出した手紙を捧げた。曹操はためらうことなく西坊と趙胤の首をはねさせたが、その瞬間目を見開いてうめいた。しまった、周遊の計略に乗せられた。黄金殿、お見事でした。西坊趙胤さえ除けば敵軍で船戦に詳しい者はもうおりません。戦いはこちらに有利に運ぶことでしょう。孔明殿、あなたには何でもお見通しなのですな。不可能なことなど何もないご様子だ。ならばぜひともお願いしたいことがある。今我が軍では矢の数が非常に不足しております。あなたの力で10万本用意していただきたい。周囲は私を殺したがっている。そのもっともな理由をつけるために何度も私を陥れようとし、その度に私は切り抜けてきた。今度は時間も材料もなしに10万本の矢を用意しろという難題だった。私は考えた。そして気づいた。簡単なことだ。矢はいくらでもあるのだ。わざわざ作らずとも、そう、手が届くほど近いところに。それから二日が過ぎ、約束の三日目の前夜となった。霧の濃い夜更けに、私は兵たちを連れ、わら束を積んだ数隻の船を長江に浮かべた。そしてわざと大きな音を立てさせ、対岸の曹操の陣に近づいていった。頭を出すな。わらたぶの陰に身を隠せ。体を低くせよ。間もなく夜が明けた。霧も嘘のように消えた。船の上のわらたぶには無数の矢が突き立っていた。孔明は兵たちに一度に声を上げさせる。矢はたっぷり頂戴した。少々かっか、お礼を申すぞ。驚きました。孔明殿の知略にはほどほど感服いたしました。一艘におよそ5、6千合わせて10万本以上の矢が濡れ手にあわて手に入りました。
しかし孔明殿はどうして夜明け前あれほど濃い霧が出ることがお分かりだったのでしょう。さてどうしてでしょう。10万本の矢、確かにいただきました。いや、それにしても孔明殿の見事な計略、恐れ入りました。とてもこの周遊などの及ぶところではありません。お褒めに預かって恐縮です。まあ、一つは。こうしてうまい酒が酌み交わせるのも孔明殿のおかげです。いくら感謝しても足りない気持ちです。今日の黄金殿はその他にもおっしゃりたいことがあるようですな。見抜かれましたか。実は孫権将軍から早く攻めようとせかされているのですが、攻める工夫がつきません。黄金殿、あなたはすでに攻める工夫を考えていて、私を試そうとなさっている。いえ、決してそんなことは。こうしましょう。二人がそれぞれそこにある筆で手のひらに考えを書き、比べ合ってみましょう。では、私が先に。私も書きました。では。では。日の字。お互いに書いたのは同じでしたな。日という字。やはり火を使って火攻めをするということですか。でもこれは内密に。もちろんです。世に名高き知恵者法数先生と言われるのはあなたか。恐れ入ります。法刀資源でございます。先生の目から見た我が軍の陣形はどうであろうか。何一つ火の打ちどころはありませんが、良き医者をそれぞれの隊につけておられましょうや。なぜそう申される。長江は水の満ち干が激しく、波もあり風もあります。北方出身の兵は船酔いに悩まされ、戦いも思うに任せません。うん、何か対策があろうか。ないこともありません。法数先生、上昇閣下にその対策ぜひお聞かせ願いたい。されば大小の船を30艘あるいは50艘を一組とし、鉄の缶を打って鎖でしっかりとつなぎ合わせ、さらに船から船へ幅の広い板を渡します。おお。そうすれば数十艘の船は一塊となって水に浮かぶ巨大な城となり、波も風も水の満ち干ももはや恐るるに足りません。しかも騎兵さえも船から船へ自由に走れるので、周遊の水軍が攻め寄せても難なく打ち破ることができるでしょう。これを連艦の計と言います。なるほど、それは明暗だ。曹操は直ちに多数の船と船を鉄の缶と鎖でつなぎ止めさせた。王党は恩賞を辞退し、戦が広がっても自分の家族の安全を保障するという曹操の署名入りの考察を願い受け、何事もなかったかのように再び長江を渡り江東へ戻っていった。これはいい、まるで丘の上を歩くようだ。確かに船は揺れません。しかし閣下、敵が火攻めをしてきましたら全ての船が一度に炎上してしまいます。テイグ、そもそも火攻めは風の力を借りて行うものだが、今は春でも夏でもなく真冬だ。西風や北風は吹くが、東風や南風は決して吹かぬ。我が軍は西北に、敵は川の南岸にいる。敵がもし火攻めの策を取れば、自分で自分を焼くだけのこと。恐れ入りました。閣下のご見識、とても私などの及ぶところではございます。
曹操のもとに宝刀資源を差し向けたのは当然ながら周瑜の計略であった。曹操軍の船を互いにつなぎ合わせ身動きを取れなくすれば火攻めの計はより完璧なものになる。だが曹操の言ったことも事実だった。火を放つには風向きが違う。この計画の致命的な弱点に気づいた周瑜は衝撃のあまりに血を吐いて倒れた。黄巾殿、ご気分は？胸が苦しい。時々気が遠くなる。医者の作った薬は？飲んだがダメだ。効き目がない。その病気、私が治して差し上げましょう。おお、孔明殿。旗のはためきでお顔を打たれたそうですが、なかなか具合が良くならないのは気の病に取りつかれておられるからです。そこの紙と硯をお貸しください。どうされるのです？この紙に黄巾殿の病名を書いてお見せしようと思いまして。その前にお人払いを。死刑、参謀たちを連れて外へ。かしこまりました。おのおの方、外へ出るのだ。あなたの病気はこれです。曹操を破らんと押せばよろしく火攻めを持ちうべし、万事皆備われども、ただ東の風をかく。驚きました。確かにこれが病気のもとです。では薬もあると言われるのですな？以前私は猿氏より鬼門遁甲の戦術を伝授されました。南平山に四星団を作っていただきましょう。団の高さは9尺3段重ね。120人の兵に旗を持たせ、団の周りに立たせます。私はその団に登り、天に祈って東南の風を吹かせます。いつ？11月20日、木の稲の日に風を吹かせ、22日、日の絵虎の日に風を止めます。はあ、ありがたい。病気は一遍に治りました。死刑、死刑、戦の準備だ。将たちを集めよう。本営を離れた孔明は馬に乗り、ロシフと共に南平山に赴くと、東南の山裾の赤土で団を築かせた。死刑殿、これから天に祈ります。あなたは戻って黄巾殿と一緒に風の吹くのを待ってください。11月20日、木の稲の日の朝、身を清め同志の服装に着替えた孔明は髪をバラバラに振り乱し、裸足で七星壇に登った。風だ、風が吹いた。しかも東南の風だ。これは奇跡だ。奇跡というほかはない。さすがは孔明殿。まさかそんなことが。黄巾殿、そんな驚いている場合ではありませんぞ。すぐに出撃の命令を。そうであった。この時を逃してはならぬ。出撃だ。全軍出撃せよ。出撃、出撃、拡大。しかし恐るべきは孔明。生かしておけば後々の触りとなるは必勝。帝鵬、は、女性、は、そなたたち両名は各々100名の兵を引き、水陸両方から南平山を襲え。そして有無を言わさず孔明を殺し、その首持ち帰れ。はほう。川に面して切り立った崖が赤い色をしているため、石壁と呼ばれる曹操軍の根拠地に、東南の風をいっぱいに受けた孫権軍の水軍が一斉に進む。戦闘を行く郊外の20艘の船団はそれぞれが小舟を引いていた。火を放った船で敵の船に体当たりし、その後乗員が逃げるための工夫であった。火をつけよう。敵の船は連艦の計にかかって動けぬ。慌てずに突っ込むのだ。それの船を近づけるな。
に鎖で繋がれているために次々と燃え広がってどうしようもありません。どこもここも火の海です。早く脱出を。負けた。テイク、無念だが余は負けたぞ。郊外の先端に続いて孫権軍の水軍は火矢を放ちながら殺到する。東南の風はますます強く吹き募り、曹操軍の水彩ばかりか陸上の関西までへも飛び火して、辺り一帯が全て炎の色に包まれた。見えます。髪を振り乱した同志がこちらを見ています。そこにおられるのは軍師殿ではありませぬか。お迎えに参りました。お戻りください。私諸葛孔明はひとまず加工に戻る。黄巾殿にお伝えいただこう。見事勝利を収められよとな。大都督がお待ちです。大事な話があります。しばらくでも船をお止めください。話が何か分かっている。黄巾殿は私を生かしておかぬつもりでおられる。だから私はこうしてあらかじめ昌雲殿に迎えに来ていただいた。ともかくちょっとでも船を止め、私の話をお聞きください。ひどい、うるさいぞ。我こそは長山の昌雲司令なり。普通なら一夜で何時を射殺すところだが、両国のよしみを損なわぬため、まず我が手並みを見せてくれよ。ほが、ほつねが矢で切って落とされました。これ以上つべこべ申せば、次はこの趙雲が何時の村板を的にする。燃え盛る石壁を後に、私は長江を下り玄徳様の陣へ帰り着いた。そして直ちに軍議を開いた。我が軍に与えられた役割は、孫権軍に追われて逃げてくる曹操を待ち伏せ捕らえること。私の思惑通りに、曹操は次々と現れる我が軍の将たちによって確実に追い詰められていった。馬に乗って前も後ろも右も左も敵です。カウの兵に囲まれました。ぬっ、かくなる上は死力を尽くして戦うほかはない。勇気を失うな。しかし将も兵も傷を負う者多く、山越えで疲れ果てております。馬も走れません。かか、まだ手がございます。カウは強気をくじき、弱気を助ける仁義の心を持つ男。ましてや閣下にはその昔大恩を受けております。ここで閣下自ら許しを請われれば、この危難を逃れることできようと存じます。さあ早く。テイク、そうしよう。以来将軍にはお変わりなかったか。私軍師孔明殿の下地によりここで閣下を待ち受けておりました。余はご覧のように敗軍のみ、もはや逃れる道もない。将軍が昔のよしみを忘れておらぬことを願うばかりだ。いかにも私昔上将の大恩によくしましたが、顔料文集などを切った戦いで恩義を報いたと思っております。将軍、五冠で六将を切った折のことは覚えておられよう。余はあの時真偽で将軍を追わせなかった。余は将軍に真偽の心があることを信じたい。皆の者下がれ。ありがたい。礼を言う。者ども急げ。
待て、やはり私事を思って公のことを変えるわけにはいかん。船長殿。おお、文彦殿か。懐かしいぞ。今は敵味方だが、あの頃を思い出す。少しも変わらぬな。貴殿、文彦も、そして上将も、者ども、関羽将軍に頭を下げ出発よ。関羽将軍が昔の恩義のために曹操を見逃すであろうことは、私にも玄徳様にも分かっていたことだった。それでも関羽殿を出陣させたのには一つの理由があった。私は夜空の星に人と世の行く末を占う。天文の示すところ、まだ曹操の命運は尽きていない。彼がここで死ぬことはない。とすれば、関羽殿が曹操を助けても良いことになる。そして今恩を返しておけば、関羽殿は二度と迷わず心置きなく戦えるであろう。私は天空の大いなる意志に従い指示を下しただけなのだ。赤壁の勝利によって玄徳様は慶州を治めることとなった。曹操は都へ戻り、北方を固め、孫権は南に勢力を伸ばす。間に挟まれた慶州は安全な場所ではなかった。曹操が力を取り戻し、再び兵を放つ前に、我々も次の手を打たねばならない。孔明、やはり赤壁から生きて返すのではなかった。私にはわかる。いずれ孔明の力であの劉備が孫権様の行く手を阻む最も危険な存在になるということが。今は表面上同盟国として振る舞うしかない。だが私は機会があればいつでも彼らを葬り去るつもりだった。そんな折、劉備が妻を亡くし、再婚相手としてあろうことか孫権様の妹姫との縁談が持ち上がった。私は婚礼を餌に劉備を皇統へ呼び寄せ、そのまま二度と返さぬつもりでいたのだが。見苦しい真似はおよしなさい。玄徳様と奥方はこの船で慶州にお連れいたします。ごきげんよう、黄金殿。己孔明、この私がなぜ貴様にだけ何度も煮え湯を飲まされる。どこまで私の邪魔をすれば気が済むのだ。周囲は病に体を侵されていた。そのために彼は急いでいた。力尽き倒れる前に何としても成し遂げねばならないことがあったのだ。それは西へ向かうことであった。慶州を安住の地とできない我々劉備軍に残された道は西の益州を得ることだった。だが私と時を同じくして周囲の目もやはり西をまっすぐに見つめていた。孫将軍、曹操は必ずや赤壁の恨みを報いんと、以前にも増した勢力でこの江東に攻め寄せてまいりましょう。今彼を倒す唯一の方法は、西へ向かい益州を手中に収めること。益州、いや、まだ早い。あの曹操がおる限り、むやみに動くことはできん。曹操は未だ軍の整備整わず、かの劉備も未だ独自の本拠地を持ちません。今こそ蜀の劉将と漢中の長老を一気に攻略し、領州の猛将馬頭と同盟するのです。さすれば曹操を挟み撃ちにし、北方を手中にすることも可能。
益州を手に入れ天下を三分した後は、折を見て慶州益州双方から曹操を討ち、漢の天下を再興する。これこそ我らが究極の大網。官室に代わって天運を受ける者は必ずやこの東南の地に起こるとか、今こそ天命を実現し我らが天地を駆け巡る時。目指すは諸府益州にございます。黄巾殿、諸府の劉将が長老の進行を受けているのはご存知か。何、劉将が。そうか、さすれば諸府の兵は北の防戦にかまけて東の防御が手薄になろう。天運まさに我らにあり、益州総攻撃は今を置いて他にない。周瑜は病を押して直ちに孫権に諸府討伐の儀を願い上げ、波及に戻って遠征の準備を進めた。ほどなくこの知らせは慶州の孔明のもとにも届いた。周瑜は動いた。今孫権に先手を取られては我らが遠望も水の泡となろう。さてどうしたものであろうか。皆の者、いよいよ出陣の時が来た。目指すは諸府益州だ。いざ出発。都督殿が血を吐かれて。目の前だ。出陣の支度をしよう。職に向かうのだ。早く。あなた、お願い、もう。都督殿。孔明だ。孔明が狙っている。あの孔明がおる以上この国で職を攻略できるのは私しかいない。この周瑜しかおらんのだ。周囲を見ながら、なぜ孔明まで生まれさせたのか。周囲様。孔明、貴様この私が職を取れぬと思いよるか。取るぞ、誓って。あなた、しっかりして。あなた、いや、あなた。西暦210年冬12月、呉の大都督周瑜黄巾は蜀の地を望むことなく病によってその生涯を終えたのである。弱い36歳であった。星が流れた。私は慶州城の楼閣の上で一人密かに周瑜の死を知った。益州へ進発しようとして果たせず、病の床で命を落としたと知らせが入った時、私は安堵を覚えたはずだ。なのに胸のどこかがかすかに痛んだ。黄巾殿、あなたと私はおそらく同じものに恋していたのだ。蜀の地、遠い西の彼方、そこに広がる大空のような果てしない未来、私たちはそれに憧れ、あなたは夢を叶えるために命さえかけた。黄巾殿、聞こえていますか。私は益州へ向かいます。約束しましょう。私たちが共に望んだものを
必ず手に入れてみせると。周遊の早すぎる死を弔うため、私は久しぶりに江東を訪れた。この時、私には別の目的もあったのだ。赤壁の戦いで、連冠の刑を曹操に献じてみせた法統資源に会い、我が軍に招くこと。法王の雛、法数という画号を持つ彼の知力は、これからの劉備軍にぜひとも必要なものだったのだ。副軍師として宝刀を得た我々の前に、益州攻略の願ってもない好機が訪れた。長将という益州よりの使者。彼は、隣り合った漢中の侵略から国を守るために、強力な援軍を呼ぶという使命を帯びていた。だが長将は、もはや、主の劉将に絶望していた。彼の真の目的は、益州を任せることのできる、新しい君主を密かに探すことだったのだ。玄徳様、長らくお世話になり申した。実はお別れする前に一つ伺いたいことが。何でしょう。玄徳様はこの慶州の他にどれほどの領土をお持ちです。他にといっても、この慶州とて孫権殿から借用しているようなもの。こうして身を落ち着ける場所のあることこそありがたく思っております。何を仰せられます。玄徳様は皇室のご一門、たとえ帝の位にお付きなされても不思議はないもの。帝？私はただ漢の皇室が昔のように栄えること、それのみを望みとして生きてまいりました。自らが帝になろうなど考えたこともありません。この方だ。この方なら職を任せられる。いかがなされた。玄徳様、どうか益州に兵を進め、かの国をお治めください。何ですと。さすれば職一国をもといとし、官室の復興も叶いまする。しかし益州は我が同族劉将殿の国、一族を攻め滅ぼすなど決してあってはならぬこと。ご一門とは申せ、劉将殿は一国の主の器ではない。今のままでは益州は長路に踏みにじられてしまう。そうなれば益州の民はどうなります。それは。この地図を献上いたします。これはまさか。さよ、これぞ生殖四十一州図。食の細かい地理工程、参戦の用地、倉庫ごとの銭兵糧の蓄え、すべて明白に記してございます。これさえあれば食は攻略したも同然。しかし。すべてはこの長将が手はずを整えます。玄徳様、どうか益州のか弱き民のことをお考えください。では。永年殿、待たれ永年殿。まさに天が与えた時、益州を手に入れるのは今を置いて他にない。だが玄徳様は劉将から国を奪うことに決して同意されなかった。それでも今益州が漢中に攻められ危機を迎えていることは間違いない。あくまで援軍として玄徳様は兵を整え益州へ向かわれた。軍師として宝刀が同行した。私は慶州に残る。この地を守らねばならないからだ。そして今玄徳様の心を動かせるのは宝刀だけだということを私は知っていたからなのだ。その頃、劉備一行は蜀の都成都の北に位置する富城に入っていた。玄徳殿、
お待ちしておりましたぞ。貴玉殿、まさか貴玉殿自らこのように盛大にお迎えいただけるとは。やがて城内では歓迎の宴が開かれた。玄徳殿、杯を。かたじけない。おや、宴も竹縄でござるが、皆々様に申し上げる。この場のご座興までに、それがし剣舞を目にかける。それ、あれは私の進化のものですが。ほほう、見事なものだ。剣舞には相手がいましょう。それがしがお相手つかまつる。そりゃ、おお、あれは我が軍の。ならば私も。ああ、ほほう、双方競い合っての剣舞とは愉快愉快。これはもしや。待て、これは何だ。我らが念願の対面を果たし、心ゆくまで楽しもうというこの席で剣を振り回すとは何事だ。語らいに刃物は無用。さあ宴を続けようではないか。これはこれは、とんだ座興であった。資源、そなたの計りごとか。殿、剣舞に見せかけ劉璋殿のお命を奪おうなど、二度とあのようなことはするな。玄徳様は、周りが何を申し上げようと劉璋に対して誠実であろうとされていた。我が君はそういう方なのだ。だがその努力も水の泡となる日がやってきた。益州で長州が処刑されたのだ。玄徳様と内通し、益州を裏切った証拠の書簡が見つかったという。これでもう後戻りはできなくなった。我が殿は援軍の立場から一変して敵となり、劉璋と戦わざるを得なくなったのだ。劉備軍は生徒を守る不遂館を攻略し、その勢いで一気に浮上に攻めかかり、甲冑義援らの活躍により、瞬く間にこれを手中に収めたのであった。その晩浮上では、劉備軍が皆打ち揃って勝利の酒に酔っていた。まさかこのように早く城が取れるとはな。能資源、見ろ皆の嬉しそうな顔を。やはり勝利とは心地の良いものだ。殿、人の城を乗っ取ることがそんなに楽しゅうございますか。何、仁義を旨とするお方が人の国に攻め入って大喜びされるとは、なんともはや。黙れ。この城とて取りたくて取ったわけではない。そうせねばならなかったのだ。お主こそ散々人を焚きつけておいて、この後に及んで私を非難するとは何事だ。下がれ。お主の顔などもう見たくない。お言葉しかと受けたまわりました。失礼。資源、資源殿、さっきはすまなかった。酒が過ぎて思わぬ過ちを犯した。許してくれ。いえ、私もちと言葉が過ぎました。資源は、お主近頃酒を飲まぬようだな。あれほど酒好きのお主が一体どうしたのだ。慶州を出るとき、殿が益州の主となられるその日まで酒を断つことを誓いました。なんと、知らなかった。お主そこまで。殿のためばかりではありません。
これはこの宝刀自らの心の弱さを断ち切るため。試験。あの星はどうなされた。いかん、雲長殿、すぐ玄徳様に使いを。なぜだ。資源殿が危ない。孔明からの書状。これだ。何何。孔明西にありて太白星が落城の上に望み、お主の身の上に不吉なことが起きると予言しているぞ。殿、ご心配には及びません。私とて天文のことくらい知っております。太白星が落城にあるは我らが敵の大将を討ち取ることを示したもの、むしろ吉兆の印でございます。しかし、いよいよ明日は落城攻略に向かいます。落城を落とせば生徒はもう目の前です。殿。そして一夜が明けた。やがて宝刀の軍は深い谷間の小道に入っていった。止まれ。おい、ここは何というところだ。はい、大鳥が落ちると書いて落鳳波と申します。落鳳波。私の画号はホース、大鳥の雛。いかん、早くここを出ろ。見よ、あの白馬、あれこそ敵の大将劉備だ。狙い撃て。まさか我らが通った時にはもう。なぜだ、なぜ死んだのだ。落城で会おうと約束したではないか。お主があれほど待ち望んでいた生徒は、益州攻略は目の前だぞ。資源、資源、教えてくれ。私はこの先どうすればよいのだ。資源。宝刀は誰よりも主君の心を理解していた。彼が玄徳様と共に悩み苦しみながら一歩一歩を進んだからこそ、益州攻略はここまで来られたのだ。いや、そればかりではない。今宝刀を失うことがどんなに大きな痛手であるか、私には言葉に表す術がないのだ。しかし悲しみに沈んでいる時間はない。私は関羽殿に慶州を任せ、張飛殿、張雲殿と共に直ちに益州の玄徳様のもとへ向かった。孔明。玄徳様、ご無事で。待っていたぞ孔明。孔明、今までの私は益州を取ることをためらってきた。だが今は違う。資源を失ってようやく分かったのだ。今私がなすべきことは何か。ここで私が引き返したら資源の死は無駄になる。そうであろう。はっ、もう迷いはしない。
私は職を取る。よくそうおせられました。生徒はもはや目の前でございます。あとはこの孔明にお任せください。頼んだぞ孔明。我が軍が益州の都成都を目指すと、身の危険を感じた劉璋はこれまで敵であった漢中と手を結び、我々を攻撃してきた。この時、漢中軍の先頭にひときわ輝かしく並外れた武勇を備えた将軍が現れた。馬超蒙毅、父の仇である曹操に挑み、敗れた後に漢中に身を寄せていた。我が君玄徳様は馬超の父馬頭とは旧知の仲でもあり、できれば馬超を味方につけたいと強く望んでおられた。そこで私は一計を案じ、馬超を漢中の軍から孤立させて玄徳様のもとへ呼び寄せた。玄徳様、馬超殿が見えましたぞ。蒙毅殿。玄徳様、馬頭殿が亡くなられてよりこの方、そなたのことが気がかりであった。さぞご苦労なされたことであろう。この劉備が微力なために今まで何の力にもなれず。そのお言葉だけで十分でございます。今こうして素晴らしい主君に巡り会えました。まさに雲の晴れる心地がいたします。蒙毅殿、これからは共に手を携え、あの曹操を倒そうではないか。ありがたきお言葉。玄徳様、早速ながらこの蒙毅、殿のお役に立ちとう存じます。なんと、もはや生徒は目と鼻の先。直ちに参って劉璋を降伏させてまいります。生徒をこの手で切り取って玄徳様に献上いたします。蒙毅殿。貢献、外のあの騒ぎは何だ。劉璋様、馬超が大軍を率いて城の外に。馬超。劉璋殿に申し上げる。この馬超、長老の元を去り劉備殿にお仕えしたぞ。貴殿も直ちに領地を差し出して降参されよ。民にいらざる苦しみを与えるな。迷っておるならこの馬超が城を取る。門を開けろ。は？降参するのだ、早く。劉璋様、我らにはまだ3万の軍勢がございます。1年分の兵糧も。どうして降参など。私が愚かであった。この地を治めて20年、何一つ民のためになることもせず、このような戦に巻き込んだのは皆我が罪だ。降伏して民の苦しみを救うほかはなかろう。劉璋様。劉璋は生徒の城を明け渡した。ここに劉備は念願の職を手に入れたのであった。ご覧ください、民が皆喜んで玄徳様を迎えてくれています。資料、慶州にいる雲長の兄貴にも見せたかったな。孔明。はい。画寮校にそなたを訪ねたのは、あれはいつのことであったろうな。かれこれ7年ほど前になりましょうか。いろいろなことがあった。曹操に追われ深夜の城から大勢の民と共に逃げたこと、赤壁の戦い、江東で蓮起と出会ったこと、そして玄徳様は職の主となられました。
すべてお主の考え通りになったな。だがこの場にいるはずの者が、共に喜びを分かち合うはずの者が一人おらぬ。資源がここにおれば。玄徳様、しかしこれで全てが終わったわけではない。これからだ。漢王室復興のその日まで、まだまだやらねばならぬことがある。孔明、頼んだぞ。承知いたしました。ここに中国全土は三つの大国に分かれた。曹操の魏、孫権の呉、そして劉備の蜀。文子孔明が三顧の礼の折に劉備に示した天下三分の計がついに実現したのである。これよりこの三国がしのぎを削る新たなる攻防の歴史が始まる。時に西暦214年春のことであった。